DDT プロレスリング調子の中では至宝です。しかし父の名前に甘えたくない、そういった思いからですね、彼女はなんと人よりも先に会場に入りリング作りをし、リスナー漁師という本当にできた子です。さて対角にいるこの門倉凛、ニュートラディショナルいろは匠とペアを組んでおります。いろは匠不在の中踏ん張れます。さあリーチ長いです、足も長いです。蹴り入れられると困ります。アングルが厳しい。おお頑張ってる、お頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる。あちょっと同じから頑張ってます。身長が違うんだね、足の長さも違うんだね、これね。そこを巻きたくなかったの。おお、ほら身長、あっやばい、足の長さが違うから、これどうやって取ったらいいかな。足の長さ違うから、腰の位置も違うから、ほらもう濃厚民族と白民族の違いが。さあ長いリーチで締められると結構厳しいですね。髪の長い女は気が強い。カドクラ、千葉県出ちゃったな今。ちょっとヤンキーだったし出ちゃったでしょ。まあ決してヤンキーではなかったんですけどね。おい、さあ、赤井さんも黙ってないでしょうか、ここね。顔をあえて狙っていきますね。おい、うぐい入り方しますね。No, no, 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 no,
クロップブレイク、クロップブレイク。長い足でですね、巻きつけられると、苦しいだけじゃなく体力も奪われます。さすがに一発。さあこの蹴りはね、これはすごい背中にですね電気が走るんですよね。電気が走る痛みがあります。ジャンピングのフックブリーカーからどうにかして打開したい、ペースをつかんでいきたい。があるんで、足振り切ってきましたね、今ね。体重かけていきましたね、最後の一発。方が顔はやめてっていう気持ちは分かりますね。お互いに顔はやめてっていう気持ちは分かります。しかしこれは勝負なので、おい、張り倒してきました。足の長さを利用して素晴らしい。捕まりたくないぞ。
足が長い、腕も長いので、これ三角締め決まってます、決まってます。危ない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 、早く早く、そのまま、あ、四つん這いにならないで、四つん這いになると抜く、締まる締まる、膝入れて、膝入れてって、膝入れてって、相手の背中に膝入れた方がいいと思います。10分経過、10分経過、ラスト2分だ、ラスト2分。